本格的やろ。いや本格的だね。結構いいやつやつ。天下の豊臣さんでしょこれは。ああそう豊臣のあの奥くんガーデンのダッチョからストーブをもらいました。豚になるもう何かにつけてネタにしてる。全てがネタやけど、ね、雰囲気合うよ、うん、ね。やっぱ出すぎや。出すぎじゃない。出すぎで言っちゃう。前の目に似合ってる。本気の人たちの本気本気よ本当のね。ほらどうもピープルゲットレディの田尻です。はい、おくんガーデンのダッチョです。ダッチョおくんでやっぱおくんがいいの。ダッチョやっぱもうおくんで認識されておるけどね。そっか、じゃあ俺がダッチョだっちゅうのはいけないんだね。いやダッチョでいいんだけど、それはでも紹介の時におくんガーデンのダッチョってややこしくない。そうか、じゃあもうこれからおっくんで統一。おっくんでいきましょう。やっぱこう分かりやすくしていこう。分かりやすく。おっくんガーデンのおっくんです、よろしくお願いします。お願いします。今日は、早速ダッチョって呼ばせて。おっくんがあのねさっきちょこっと映ったんですけどストーブを、ピープルゲットレディに贈呈してくれたので、あの今年の冬は去年以上にあったかいね売り場で皆さんお待ちしております。動画の木をありがとうあげちゃいました。友達からもらったものをそうあんまりなんかね友達からもらったものをただもらったっていう感じで、親友からね親友への美しい儀礼ただいらんかっただけや。いや使い場がなかった。使い場所がなかった。邪魔だな。小屋で眠ってるのはちょっとねかわいそうだなと思う。大事に使わせていただきます。今日はあのおっくんがねちょっと来ているのは作戦会議をねちょっとそんななんか愛の手作戦会議をちょっとねしてこうやって来て、ね、ストーブを持ってきただけじゃなくて作戦会議もしたんですけど、ちゃんとあっちに向かって喋らないからね、はいはいはい、あの来年の3月であの、ね、T シャツを作る時も言ったんですけど、来年の3月でうちがねありがたいことに10周年を迎えさせていただきます。であのご存知の方はね知ってると思うんですけど、毎年3月にうちはあのデニムオンデニム熊本っていうイベントをやってて、こうあのみんなで集まってねこういろんなことをやってたんですけど、それがまあこういう状況なんで2年、延期というかお休みをねせざるを得なかったんで、まあ、ちょっとだいぶ間が空いてしまっております。でまあ状況がどこまで回復するのかわからないけど、まあ、3月来年の2022年3月の10周年だけは何かやりたいなと。もうやれるんならやろうと、やれないならもちろんやりません。いやもうね状況がダメっていう判断をねせざるを得ない時はもちろんやらないんですけど、やれるっていう時はねちょっとやろうと思ってます。でズバリこの店内でもう前からね言ってたんですけど、店内でちょっと音楽イベントをやろうと。まあその時ねコロナお疲れ様でしたって言えるほどはまだね落ち着いてないと思うんですけど、まあちょっと粛々とやれる範囲で音楽イベントをやりたいと。でそこにおっくんガーデンのキッチンカーをピープルゲットレディの店内にぶち込んで店内でおっくんカーの美味しいものを食べながら音楽を楽しめるイベントをやろうじゃないかということで、ちょっとねおっくんに力を、まあ、借りようということで二人でこうねああしようこうしようという話をしておりました。雑談をしてました、はい。今熱い語りを学生の頃そんな熱い話してたっけ。いやいやうだ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 喋ってたよ、うん、いやまあ簡単にねなんか俺らの慣れ初めじゃないけどね、はい、小学校時代にだおっくんが転校してきて3年生か4年生やんね、うん、黒髪小から引っ越してきた、ね、そうですね、はい、でおっくんが引っ越してきてから割とね家が近かったんでずっと遊んでたんだよね、ほんとね。空手教室に通ったりね。
おっかんも空手やってたっけ。おっかんも一緒に。わあ、すごい忘れてた。言われて、あ、おっかんも空手やってたんだっけ。よしよしよし、そうじゃん。あーごめん、もう忘れてたわ。空手自体は結構忘れてた。削除してた。おっくんはそっか、空手一緒にやってたか。いやいや、通ってたやん。茶色でやめたんだっけ、茶色帯で。黒取った取った。黒取ってるわ。茶色帯でやめた。一番ダセーやつやん。そっか。うん、空手で、ね、だけんね。そうやそうや、それもある。P を入れた方がいいけど、早菜のところでね。そうね。言ってたよね。覚えてないね、本当に、ね、覚えてないね、思い出してきて。まあ本当一番遊んだのは間違いなくこいつがもう、もう本当に遊んだよね。だね、で高校で別々の高校に行って、でもちろんそっから要は高校終わってすぐ福岡行ったんやろ、でそっから東京行っちゃってみたいな、もうなんか海外にも行ってて、要はもう中学までめちゃくちゃ遊んでたけど、お互いの進路で結構会わなくなってて、そっからだからもうね20年以上会ってない、まあ会ってはいるけどそんなね、こう顔を合わせ、時々顔を合わせるみたいな感じで、でそっからこうやってあの東京から熊本に戻ってきて、でキッチンカーを始めた、ね、はい、初めてキッチンカーが初めて、まだペーペーなんですよ、この人。まだ4ヶ月なんか、はい、ずっとやってるみたいなオーラ出してたけど、まだペーペーなんですよね。でそのペーペーと俺もペーペーの洋服屋がなんとかこうクロスして、あのね、あの何かを成し遂げようとしてるだけで、まあなんか 楽しいことやりたいねっていうところです、うんうんね、そうそう、まあ、ちょっとだからなんかこう久々になんか小中高、小中時代のなんかこうちょっと遊び半分で仕事しようみたい、秘密基地作りよったね、うん、裏庭でしょったね。なんか一日ロープで下げて、なんか縄でロープね、縄でなんかブランコ作ったとかね、そうそうそう、覚えてるよ俺結構、言われるもん、全部忘れてるよ全然忘れてない。空手は忘れてた。空手忘れてた。空手に行ってたことを忘れてたね。そうだ。いやもう川で遊んだとかもうね、バスケットやってたっていうのはもうめちゃくちゃ。そうね。まあ本当にね、だから久々にちょっと俺らがっていうかね、こんなあのね、あの前のめりで言うことじゃないけど、そう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 、もっとラフラフな感じを、なんかちょっとね、うん、俺たちがね本気見せたらやばいぞってところなんでそう強がって言うから強がってない、また肩組みそうな肩組やつやんか、お前が肩組みそれは言いたいけどまあちょっと2人があのね、あの面白いことやりますよってことで、うんうん、面白いことはやらない、まあまあ2人でちょっと面白いことしたいなと思ってますので、皆さんにもどうぞお付き合いいただきたいということで、そうね、ちょっとおっくんはあのねチャーリーさん並みに出過ぎてるんで、そこをちょっとね、そう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 、登場人物がまだね 5,6 人の中でダントツ出てるんで、そう、ね、もうこのチャンネルのレギュラーになればいい偏る、もうとことん偏る、おっくんが回していくぐらいの感じで、ちょい出てきます、ちょい俺40歳の親おじさん若者ぶってる40のね2人がですね、いいよ、でもおじさんの青春ですよこれは、おじさんの青春、いいよ、そうなんだ、おじさんの青春、ませんよ、うん、ね、そうそう、ちょっと前におっくんがでも始める前のどういう流れでどういう思いで始めたっていうのをさっきちょっとね語ってて、うん、そこはちょっとね、あんま熱っぽいのはね、ま、ちょっと小出しにしていかんとあの熱苦しいぞ、あのおっくん側でのしくじり先生を一回いやしくじりすぎてるから、まあ、しくじりすぎてる、しくじりすぎてるからみんなそうなんじゃない、まあ、そうちょっとなんかだからね、やりたいのはそのおっくん側でも要はこんな風にねスタートしたいと思っている人が一人でも見てたら、そう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 、なんかアドバイスとかもねこうしたい、俺はその古着屋をやりながらなんか古着屋ってどうやったらやったらいいんだろうみたいなのをちょっとね、うん、YouTube でやれたらいいなと思うんで、おっくんはおっくんでそのキッチンカーとかねやるこうあねステップを教えていったらね、
見てる人にとっては有益なんじゃないですかね。まあ4ヶ月の人が言うことじゃないと。でもね、そうそう、それよりもね、この間タジと話してる時にタジが言ってたんですよ。あの、要はもうこうやって仕事して古着屋さんやって、で終わった時にちょっとギターをポロンポロンとこう弾けたら、はいはい、もうそれだけで幸せなんだよねって言ったのを聞いたんで、じゃあそれを流れるとダサいやん、なんかそれを形にねしたいなと、ダサいやつみたいな。いやいや、すごいダサいですよ。いいことだと思う。まあ本音だもん、本音というかね、そう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 、思ってることそれを10周年と合わせてやりましょうと、うん、いうことですよ、はい。まあ本当やりたいよね。コロナがどうなってるのかわかんないけど、まあ、そんな気にしすぎなくていいと思うよ。いやもうコロナだったらまた延期すればいいんだから。収まってたらやる。いやもう書き込まれる。どういう状況か分かってないんですかとか。もう本当に、もう怖っ。バットボタンに怯える日々を。本当そうね、大事よね。全然怯えてない。つけるもんならつけてこ、つけてみる。いやいや、呼びない、呼びない、喧嘩腰は呼びない。そうね、つけないでください。はい、いやいや、まあまあちょっとね、まあ、こういう感じで作戦を今日ね立てております。ちょっと仕事の話を入れようかな。はい、お願いします。いやいや、あの今日、昨日ちょっとね、私があのお店の仕事が全くできなかったのは本当すいませんでした。あの一昨日紹介した秋冬物は今日あのメルカリショップスに全部掲載完了しましたので、どうぞあのそちらあのこんな感じで上がってますので見てください。よろしくお願いします。で、同じスケジュールでね、お伝えした通り明日は水曜日なんですけど、祝日営業ということで明日お店をオープンしますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。おっくんは明日は休みです。休み仕込みしてます。いつが江津子だったっけ。日曜日、今週の日曜日、今週の日曜日江津子に行ったらおっくんに会えます。何時から何時ですか。レインボーマルシェが、11時からだったかな。11時からだったちょっとちゃんと後で。レインボーマルシェ、エズコのレインボーマルシェでおっくんが美味しいもの出してますので、みんな遊び行ってください。ではこんな、初めてよねこれ、 YouTube みたいな。いやーこなてるわー、 YouTube みたいな。これちょっとあのね、お互い慣れるまでやっていこう。これいやーこれ照れるわ。これ照れる、これ照れる。またちょっとこのツーショットで、俺はちょっとやりたいなと思ってますので。なるほど、はい、そうね、告知もしてたんで、ね、はい、ね、そんな感じで、はい、今日は終わります。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。ガチのやつやんこれ。